こんばんは。もうコンタクト取ってしまいました。本当だ。はい、待って、配信開始のポストしよう。こんばんは。配信開始のポスト、やっほー。そう、やっほー、いけちゃんいます。こんばんは。え、なんか眠そうじゃない？何事？なんか眠そう。今日はね、ありがとうございました。ありがとうございました。ゆらぽ、ゆらぽぽと、なんで私ゆらぽぽとって言ってるんだろう。それな、けちゃんとにしようか。呼ばれたことないよ。何ちゃんとがいい？ゆらちゃん。こんばんは。こんばんは。気まずいかも。ですね、今日は渋谷のフェスにから今帰ってきました。そうです。平日なのに、平日の割と遅い時間なのに。遅かったよね。うん、ありがとうございます。反省会中ですっていいですね。皆さん来てくださってありがとうございました。嬉しいですね。ICE でもあの一昨日ぶりに会ったのでそんなに久々感がなかったんですが、今日はでも STU のファンの方じゃない方もいっぱいいらっしゃったので、なんか参観日みたいな気持ちでしたね。え、ちょっとわかんないか。はい、ちょっとわかんない。そうなんですよ、実は今日ね参観日だったんですよね。マスビアさんありがとう。え、おめで止まっちゃったじゃん。最悪、最悪、最悪。二人ついに可愛すぎって。そう、もう撮ります。これ配信一緒にツインテールでした。はい、なんかメイク時間がゆあちゃんの方が先で、行ったらこんなことになってました。そう、今日ねお昼とかは一緒にね出かけてたんですよ。そうなんですよ。なんですが、はい、あー、いらない。ん、またその顔してる。はい、なんですが、こっちでもやって。なんですが、違う、あの顔して。あ、ありがとう、ありがとう。暴れないで。はい。なんですが、何の話したとき、何の話したとき。あ、そう。ゆあちゃんが先にメイクして、そう。ツインテールしてて、びっくりしちゃった。それで、いや、私は昨日ね、プライベートでツインテールをしたんですよ。したら、なんか、その名残で、意外と、そう、意外と、なんか、それはプリクラだったんですけど、漏れて。え、可愛かった。あれは漏れたんですよ。うん、で、あの、はい。ツインテールキャラを目指そうと思ったんですか。いや、自然界隈なんで、かき揚げとか。え、そう、なんか、一緒に今日、ランチ、自然のね。うん。テラ、なんかちょいテラスみたいな。そう、自然が見えるテラスみたいなところで一緒に食べて、そこで、なんか自然界隈、写真の撮り方があるんですよ。なんかアイドルの王道の写真撮り方があるんですけど、うんうん、それじゃなくてゆらは自然界隈を求めてさやかりにいっぱい要求して、ちょっとこういう感じでみたいな。え、それでなんかメイクとかも最近はナチュラル系が好きみたいな。そうです、自然ナチュラルが好きって言ってたのに、メイクの部屋に私が後から行ったらめっちゃあれ、ん自然界隈、んあれ、ん私の方にゆらちゃんが映ってない。ミラーボール、ありがとうございます。こうしたいんだ。こう。ああ、ほらね、ゆらのファンの人ね、うん、みんなでね、ライブ後にね、ご飯に行っとるよ、うん、反省会って言って、うん。でね、こうやってね、みんなね、お酒を飲んで楽しんどるけんね、こうやってみんなでミラーボール投げようとか言ってね、こうやってミラーボールを、ね、合わせてやってるんだ。そう、みんなで投げてくるんです。もったいない500円とか言ってごめんね。でも、500円は大事です。私は500円貯金してます。はい。でも、ありがとうございます。嬉しいです。はい、見切れとるって。
はい、あ、暴れ出て、ホリエモンさん、右下さん、斉藤さん、ありがとうございます。ミラーボール、はい、今日はね、暑かった。え、イケちゃん&地方ぬって言われたのよ。違う、地方さんじゃないです。え、地方さんだったの。うん、まさかの。さやかりん森に、いや、さやかりんより最近はなんか森界隈かもしれん。ゆら、そう、なんか森界隈を取られそうになってる。だってさやかりんはさ、うん、アニメ界隈だから。え、そう、そう、アニメ界隈なんですよ私。だからなんか絵描きし絵描きし界隈なので、さやかりんはコスプレ界隈だからね。そう、だけゆらが自然行くわ。え、どう、その交渉乗ってくれる。じゃあいいよ、じゃあ私は、うん、と一緒に森に行って、うん、私はじゃあコスプレして森に行くわ。それで写真撮り合おうよ。それ限られ、うん、だってさ、コスプレは結構宇宙とかじゃん。宇宙、あ、まあね、そのアニメによってね。そうそうそう、宇宙のアニメもあるよね。そう、うん、けどあんま森のアニメはない。ありがとうございます。なんかミラボのみおくんさん、ありがとうございます。あるの。ある、森の、うん、充電したいね。充電が 9% しかないです、ゆらさんの。やばいです、やばいです。あ、私はストーリーをあげたい、ストーリー、ストーリーをあげたいんだった。インスタグラム忘れていました。インスタグラマーとしての、そう、今日ゆらちゃんにインスタのね、なんかいろいろ教えてもらった、学びました。自然界隈になっとるかもしれん、気づいたら。ストーリー載せます、私のインスタグラムに。まあこの配信はちょっと、今日はちょっとしかしないんですけどね、半ぐらいまで。今日はツインテール。でもさ、これやっとるけどあんまり痛くない、今日。え、でも私も痛くない。今日のメイクさんがあまり痛くしなかったのか、うん、ポニーテールさ、たまにしたらマジで頭痛くて、うん、分かるよ、本当にやばいって。昼夜公演でさ、昼とかにしてしまったら、もうマジでやばい、夜まで持たん。そう、無理。痛くなるよね、うん、え、ねえ、どうしたらいい。今日はなんかツインみたいなこと書きたい。今日はツインにしたよん、チュンチュンってやろう。ん、でもさ、ストーリーにもアニメ界隈を入れてさ。え、ストーリーは最近、ね、アニメ界隈入れてないの。え、じゃけん、うん、今日は、アニメ、アニメのツインテールって誰や。今日はプリキュア555、あ、じゃあ、イライ、イライ、プリキュア555のキュアレモネード。やばい、私のアニメ界隈も撮ろうとしてる。やばい、どんどん撮られる。ね、そう、森も撮って、アニメも撮って。そう、私にもう何も残らんくなってくる。絵描き師界隈が残っとるやん。それも捉えるかもしれん。絵描いた。え、なんか白いのがつくんだけど、何、今日はツイン、白いのいらん、これでしょ。そう、おめでとう。え、本当に私インスタ始めた日、何日前、3日前、4日前、うん、くらいの日に、本当にゆらちゃんにめちゃめちゃLINE で、これで合ってますか、これで合ってますか。でもあの日は誕生日だったき許す。本当、絶対うざかったって思ってちょっと病んじゃった。私病んだら、うん、あの写真見て、あ、今日の、そう、ゆらがね、さやかりんにあの3つの写真送ったんですよ、自撮りのね。それを見て元気を出してほしいですね、さやかりんには。元気出す、全部保存したの。うん、これが世に出たらね、さやかりんのせいだから。だってさやかりにしか送ってないもん。今からもうここで、あ、ああ、あ、でもあれ見せたらさすがにね、みんな多分泣くと思う。本当？剣やめるわ。うん、見せんどく、あれは。ゆらちゃんの秘密の写真ということで、私が大切に、うん。多分あんな見たらね、もう泣くと思う、みんな。な、え？みたいな。私が送ったやつも泣く。いや、全然さやかりはまだ序の口です。あんなの、うちらにも元気出る写真お願いします。いや、さやかりんにとっては元気が出る写真ない。な、なに、やん、やんみ、その
シュンってなった時に見て元気を出す写真になると思うけど、みんなが見たら逆にシュンってなると思う。逆にね、私は元気が出るけど、うん、みんなが見たら多分シュン。ね、なんか可愛くして、どうしたらいいのこれ。ミヤン、え、ミヤン、もうさっきのやつつけたらいいじゃん、あの白の。いや、これがいい。どこら辺がいいんだろうね。ここら辺じゃない、わからん場所は。なんかつけようかな。あとね、今日ね、さやかりんにその自然界隈の写真をね、うん、撮ってもらったんですよ。なんか椅子に座ってベンチみたいな、 そしたらなんか留学生みたいな感じになって、ゆらなんか、うん、そう、この服も相まってで、なんかこれ、なんか表情とか、なんか表情とか、もう帽子かぶってる感じとか、もう全てが、うん、なんかほんまに留学生感がすごくて、そう、これどうね、なんでそこ顎におるん、どこにおればいい、そこ、ここ、うん、これかわいい、うん、本当に、うん、じゃあ投稿しようかな。はい、ゆらが押してあげる。さやかりんはね、なかなか押さないんですよ、投稿のボタンをね。だからゆらがいつもバッ押してますね。いや、でもストーリーはまだいける、気軽に、うん、まあね、24時間のあれだもんね。じゃあストーリー載せるので見てください。3、2、1。違う、え、そこに押すん、初めて知ったんだけど。なんで、どこに押すん、え、ストーリーズってとこじゃない、ここ押すん、うん、え、ここ押したら逆にどうやってやるん、なんかさっきのとここっち押して、うん、そしたらなんかもう一個出てきてまた押したらいける。え、初めて知った、逆に。え、すごい、え、1ボタンでいけるんだ。そうだよ、そうだよ、初めて知りました。ストーリーズ、え、大阪のリリベ出るん、さやかりん。あ、もう出た、あ、出たんか、終わったんか、うん、うーん、待って、うん、お腹鳴りそう、お腹、お腹が鳴りそう。お腹空いたよね。あの、うん、その自然界隈から食べてないの。そうなんですよ。今日自然界隈から食べてなくて、サイカリンの方が食べてなさそう。でもユラのやつはちょっと二口。今日どうした？今日ね、なんかそのランチみたいなのに行ったんですよ。うん、でそれでサイカリンのやつにはなんかこれこれぐらいのなんかパンがついとったんですよね。なんかおしゃれな。で。私なんかサラダみたいなのとそう、サラダとなんかパンがついとったんですよ、さやかりんのやつには。で、それなんかゆらのじゃないのに、さやかりんになんかゆらが謎にそのパンの主導権を握って、なんかさやかりん半分食べる、ちょっともう言って持ち切り出してもう半分食べ出すんですよ。なんで、あれ、私のパンじゃないって思ったけど、私もなんか、あ、欲しいみたいな。そう、さやかりんのパンなのに、なんかゆらが主導、そのパンの主導権を握って、なんか、え、さやかりんこのパンいる？半分は食べるか？半分は食べるか？とか。そう、え、なんか謎な時間だったよね。みたいな。で、あれ？これさやかりんのだっけ？って。そう、私っていう。あと、さやかりんの最近のあれもあります、うん、言葉。なんかお互いその SNS の写真とか撮り合うこするじゃないですか、うん、その時にさやかりんは大体は、え、ここで写真撮ってとか言うんですよ。ここバックに写真撮ってとか言うんですけど、さやかりんはねえ、私のことを写真撮ってみたくない？ねえ、ここで私の写真撮ってみたくない？って言うんですよ。ちょっとそう、写真撮りたいかなって思って、そういうノリがあります。なんか、あ、写真ちょっと撮りたくない？なんか私の写真撮ってみたくない？とか言う。あ、うん、撮りたい。そう。うん、撮りたいかも。とか言います。そう、言ってくれる。そう。今日はね、いっぱい、そう、いっぱいありがとう。え？あ、そう。さやかりんの。まだちょっと、あれよ。明日載せるから。そう。そう。明日載せる。そう。インスタに。撮りましたよ。なので、インスタ、フォロー待ってます。そう、ゆらはなんかパスタでにしたんですけど、ゆらにはパンはついてなかったんですね。さやかりんにパンがついてたのに、うん、そうなんですよ。え、ゆらの方が年上に見えるってさ、
やったー。本当に？やっぱね。じゃあ。やっぱね。てかね、今ゆらのインスタね、4投稿連続でさやかりん関連の写真なんですよ。さやかりんが撮ってくれたとか、さやかりんと食べたものとか。やったね。フォローしたよって。ありがとう。次交換留学生にしようかな。いいやん。自然界隈じゃん。ちょっとほんまに交換留学生の写真みんなに見てほしい。うん。別に同じこの服なんですけど。そうなんですよ。にゃ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 。ありがとうございます。はい。まあそんな感じで。え、もう15分経ったかな。まだじゃない？まだかな。うん。え、まだですか？まだか。まだです。そうだよ。なんか、私の髪が茶色に見える。え、なんか逆にユラのなんか髪なんか白飛びしてない？後ろなんか。してないよ。いいんですよね。お、さやかりのストーリーが上がってます。そう、見て。なるほど、さやかりんが撮ってるから普段のイケちゃんみたいなんだねって。いや、まあそういうことじゃなくて、ゆらはそういうナチュラル、なんか、さやかりんがこうやってみたやつって。こうやって動いたやつです。あと今日のゆらちゃんが載せたやつの。今日のゆらの投稿は、こうやって。そう、確か笑ってって。ってやったやつです。なんかなった。なんでこれさ白にしとん？そういう界隈、白枠界隈って悪いよこれ本当に、うん、本当に白枠界隈、うん、え、なんでどういう、え、なんかどういう目的なん？どういう目的か。でも白枠界隈ってさ、ここから始まってるしかもその2個目は白枠界隈じゃない、別に。え、うん、違う。え、あ、本当、え、これか、うん、私のがのこの誕生日の時から白枠界隈と自然界隈になったの。そう。じゃあその私の影響かもしれん。え、なんかね、昔千穂さんもやっとった気がする。なんかね、流行ったんよそれ昔。あ、そうなの。そう、確かになんか見るかもしれん。やろう。うん、よかったです。まあ今日はね、すごいなんかウェーイって感じでしたね。本当になんかアイドルのなんかフェス感をめっちゃ、ね、感じた。盛り上がりもね、マジ素晴らしかった。ファンって感じだった。とても楽しかったです。暑かった、汗かいた。汗かいた、汗垂れてびっくりした自分から、ね、珍しい7曲。うん、だけど汗かい、ほら見て千代さん、昔本当だ白枠界隈です。白枠界隈、白枠界隈なんかさ、ちょっと統一されて見えん若干。あ、確かにね。色味違くても。あ、千代さんも、あ、千代さんも途中からです。おあ、じゃあ、ゆらさんも。じゃあ、いいってことか。白枠界隈。はい。じゃあ、私は、何枠界隈になろうかな。白枠以外ないの？ギザギザとかにしたら。ギザギザ界隈？うん、ギザギザ界隈。外枠がギザギザした。なんか今話しかけたけど忘れたやん。え、何？お腹すいた。やばい、あれから本当に食べてない。助けて。じゃあ何か食べる。そうやな、そうやな。でももうこんな時間だったんですよ、帰ってきたらフェス。だってフェスがそもそも8時半過ぎとかから9時過ぎとか、夜だった。マジ夜だったから。え、本当にあれかもしれん、20時半からのステージってなかなかなくない？マジでない。一番遅いかもしれん。うん、あるかな、フェス系は一番遅いかも、うん、遅いかも。それな、2人今度いつ関東に来るの？え、マジでわからん。さやかりんは明日フェスがあるけど、うん、明日もあります、来てください、来てください。あ、ごめんなさい、明日出れない、帰っちゃう。なんで帰っちゃう、帰っちゃうよ。ラジオと、なんだっけ、くだらないと、くだらないと、くだらない、くだらない。見るね、じゃあ。見れるかな、
下見ないでしょ。下見ないでしょ。なんかちょっと想像以上にやばかった。想像以上にやばかった自分。ちょっと夜テンションになってきてるかもしれません。なんか始まる前は体がお休みモードに入ってたんですよ。それで眠そうだったの。そう。ふえって感じだったけど。そう移動の時隣だったけどもうゆうやさん寝てた。ここで。私ね話しかけたんですよ。なんか一人でずっと喋っててでも誰も返事してくれなくて、そしたらあの隣にいたサーヤンは、うん、あのイヤホンしてて、うん、多分動画見てて、うん、ゆらちゃん寝てて私なんか一人でずっと喋ってえそうなんかサーヤンに喋ったよ。何って思ったのは覚えてる。何みたいな。めっちゃ悪いみたいな。一人で喋りました。そう、それでまああれです。なんだタクシーで見てであれだったけど、なんだっけ、そう本番が始まったら治った。で帰ってきてしたらちょっとまた眠くなった。ねゆらがね熊ヘアしたらね、うん、こうなるんよ。いいじゃん、いいじゃん、ニーハオ。え、いいじゃん。え、いや、やばいやろ。ニーハオ。え、なんかごめんなさい。え、あ、さやかりのヘアアレンジの、あれの、罰ゲームに会いました。なんかあったよね、前。なんだっけ、あれ。私がしようか。クマ。あ、クマね。うん。大丈夫。いつでも言って。ありがとう。はい。いつでも言ってね。あ、お願いします。いいよ。ありがとう。はいはい、また二人で舞台ね。それな、なんか去年前回の舞台の人が、うん、その年の舞台にちょっとゲストで出るみたいなやつがあればいいんですけどね。ね、多分今年も。え、だってさ、はみ出し物のさ、うん、鈴木じゃろ。次の鈴木っていうか、なんかちょっとつながった世界線みたいな。絶対そうよね。だったらもしかしたら一日だけ出るとかね。嬉しいな。それな。出たいね。マジ出たい。またあのなんだっけ、あそこどこだっけ、新宿？違う？え、どこだっけ、あのやっとったとこ。新宿だっけ？なんだっけ、どこだっけ？あ、中野。そうだ。おお、すごい早い。あ、ありがとう。中野。教えてくれて。そうそうそう。わあ、懐かしいな。懐かしいよ。いいよ。にゃ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 。大統領とか言ってみたりしたし。ありがとうございます。ゆらね、さやかりのね、誕生日、誕生日のね、メッセージ送ったんですよ、0時0分に。その時に、なんか一緒に大統領になろうねって送ったんですよ。そしたらなんか、結構理解してくれて、嬉しかったです。どういうことよ。そうそう、レゲエの練習、あ、再開しようかな。再開しよう。うん、再開した方がいいと思う、本当に。はい。うん。懐かしいね、本当に。もう1年経っちゃうんかな、もうすぐ。なんだかんだ。ちょっと撮ります。あ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 。え？俺の嫁ありがとうございます。え？俺の嫁？私の子どこ？どういうことですか？俺の嫁？俺の嫁よ。どういうこと？じゃあ次にさよなら。そういうさやかにじゃあさ結婚あれだけ？ん？絶対結婚しようなとか言われたらどういうさタイプですか返すの？ちょっと考えます。あーいいね。検討します。見本ですね。ツインがなくなっちゃった。なくなっちゃったよ。見て。ボサボサだよ。ちょっと一つくくりにしようと。あーでもちょっと開放感ある。ここだってここもさやかに三つ編みしてるけさ、はああでもさこの三つ編みほどかずにいったらなんかえ確かになんかアレンジしてる感あるかも。うん、ええやないですか。え、ゴムがない。あるよ。厚みはあるか。うん、私あるか。使ったらいいじゃんそれ一個。じゃあ頑張ってこれを結ぼう。え、なんでこれあるよ。2個。1、2。あ、ほんと？うん、いいの。いいよん。一つ作りは楽ですな。なんかもうマジこれ学校やないかい。ゆら結婚して10個。コーラさん嫌です。
嫌ですもあるんじゃん。ね、これ使えんじゃん。え、本当や。私も使えなかったよ。でもほら結んだら使えるよ。あれどうしたらいい。今日腕につけとったやつどこやった。確かに。頑張ったやつね。うん。頑張ったやつどこやった。今日すごい垂れ目って。確かに。なんか配信で見たら。え、あったゆら。え、最後にない。え、でも結んだらあるよ。本当じゃあ頑張ってください。結んだらあるよ。結んで。じゃあ髪の毛くくれたら終わる。そうね。もうね、東京は本当に感動しますね。そうなん。うん。ゆらね、いつもね、やっとることがあってね。うん。お話し会終わりとかの帰りの車とかあるじゃん。移動の。なんかゴンある気がするな。ね、聞いて。え、あ、ごめんなさい。あるじゃん。お話し会終わりの帰りの車とかあるじゃん。そこでたまに夜景がね見えるんです。ありましたよ。はいはいはい、はい、ねえねえねえ、何ですか。夜景がね見える時があるんですよ。はい、それで夜景、ね、そうそうそう、夜景、夜景、うん、夜景、それでいつもみまあ 2,3 曲ぐらい夜景を 見るときに聴く曲があって、うん、それを聴きながら夜景を見たらなんか成功者の気持ちになれるっていう。東京の景色を見ながら、うん、この曲を聴いたらなんかすごい成功者になれたような気持ちになれるっていうね、浸る曲があるんですよ。え、さあ、そういうの やってますか。後で教えて。え、洋楽みたいな、バンツバンツみたいなやつがあります。ハサミある。ある。お、ありがとう。え、どこだっけ、この中。ごめん、ゆらちゃんの今の話を私適当に聞こえたから。ね、こんなか。なんでなんでえ、そんなか。これです。ありがとう。適当に聞いてしまったかもしれない。うん、そうよ。ちょっと病んじゃった。じゃあ、あの写真見せてあげようか。ごめん、病んじゃった。見せてあげようか。申し訳なくて、ちょっと病んできた。じゃあ、その写真。切れない。うんうん。切れない。じゃあ、ゆらがやってあげよう。ほら。もう仕方ないな。ほらな。なんで切れる。ゆらは、さやかには絵描き師で、ゆらは。霧師。うん、霧師だからだよ。霧師界隈だった。うん。霧美ちゃん界隈だからね。え、これぐらいどう。え、ありがとう。感謝です。何の話してたっけ。うん。ゆらの話は全然聞いてなかったかも。病んじゃった。って言ってたので。もう仕方ないなぁ、見せてあげるよ。なんかボサボサも、ボサボサ、ね、これ見せたらやばいよね、さすがに泣くよね、みんな。え、待って、見せてあげるってみんなにってこと。違うよ、さやかにね。あ、そういうことね、びっくりした。え、でも可愛いやん。じゃあまあ見せてあげる、遠目から見せてあげよう、みんなに。え、ちょっと、お、遠目で見せてあげる。え、待って、結構見えた。結構見えた、待って、結構見えた、結構見えた。ちょっと待って、結構見えた。え、待って、絶対スクショされた。皆さん、スクショ済んじゃった。消してください。済みました。え、でも可愛いよね。全然見えんって。見えた。なんでそっちに見えたん。なんでせやかりのファンの人に見えてるん。あ、じゃあゆらちゃんのファンの方は見えてないよ。あ、見えてないよって。サービスショットって慣れた。可愛いから大丈夫だよって。まあ、こういう顔してます。スクショ界隈だって。スクショ界隈は一緒です。私も。そうなん。私もスクショ界隈しちゃいます。はい、よくしちゃいます。なんか例えばツイートとか流れてきて、うん、なんかだけそれこそこれとこれ、これが新しいとか美味しいとか出てきたらスクショしてしまう。いいねじゃなくて。ねえねえ、口をさ、こんだけ曲げれるってすごくない？すごいやろ。まだ本気を出してないですな、この人は。ダメです、ダメです。結構本気なんだけど。え？じゃちょっと画面外でやってみよう。うん。どういうこと？まあ、ね、できるじゃん。な。おいおいおい、できるかな。行けました。行けました。
た。全然いけた。なんやねん。画面以外ならいけるんやがな。出してなかったんだ。うん。じゃあ画面内だったらどうなる？画面外は？できとるかな？できとるかな？画面外できとるかな？何分今？40分、40分だよ。そろそろ終わりますか？なんで変顔してるの？そういうねテンションなんですよ、ライブ終わりで。皆さんもやってみてください。うん、みんな反省会、じゃあ反省会みんな何してる、何食べてるか教えてほしいです。反省会なおですか今皆さん。さやかりの派の人は反省会とかしてるの？反省会とか言うの？そう、反省会って言うんよ、ゆらの派の人は。なんか打ち上げとかじゃないの？そう、打ち上げとかじゃなくて反省会って。ごめん、さっきからね、私触ったらね、あれ切れちゃう。いいよ全然。あ、面白いお見ありがとうございます。そんなんあるの？掛け軸。そうなの。画面外を画面内でやりなさいって。瀬戸内レモン鍋、レモン鍋食べたのって、いろんなファンの人、すごいじゃん。レモン鍋食べたことないもん。え、みんなで食べてる、仲良し、いいですね。なんかゆら一回なんかさやかりんともつ鍋をなんか二人で一個頼んだけど、うん、なんかゆらもつ鍋食べれんくて。食べたね。うん、みたいなあった気がする。私が全部食べた。え、人生初のもつ鍋を見た、あれ、あの時。一人反省会。なんで？もつ鍋。美味しいじゃん。もつ鍋ってプリプリしてるよね。うん。そう、プリプリがつね、あれなんですよ。普通に。うどんも食べたよって。いいね。うん。うん？普通に何？美味しい。うん。まあね。生まれも育ちももつ鍋だから。それから今。反省会って。反省会ってどういう反省するん？今日のここのコールはもっと息を揃えれたみたいな。え、そういうことじゃない。でも、あ、そういうこと？え、分からん、分かんない、分からんけど、あの瞬間を見逃してしまったみたいな。みたいな。唐揚げポテトフライいいですね。じゃあ皆さん何飲んでるか教えてほしいです。何飲んでるの今、今日何飲んだ。結構ソフトドリンクの人もいますよね。もつ鍋の味噌味美味しいよって。美味しいよね。そうなん、味あるの、もつ鍋って。あるあるある。え、そうなん。お水、コーラ、ウーロン茶。おお、いいね。ビールにレモン鍋、ビール。わあ、やっぱ大人ですな皆さん。ビールね。いや、ゆらもビールの美味しさごめんけど分かってしまった、うん、これ分かってしまった、分かってしまったんよ。ビール、うん、イーチコ。え、イーチコって聞いたことある。え、イーチコってさ、また君にですか？合ってる。お家でお茶飲んでます。いいですね。夏は麦茶飲みたくなる。わかる、この気持ち。え、ごめん、なんで？なあ！やだ、もうやだ。分かった。夏はウーロン茶が飲みたくなる話でしょ。麦茶。ごめん、ね、ちょっとコメント見てた。聞いてない界隈。聞いてない界隈かも。私結構そうかもしれない。聞いてない界隈じゃん。聞いてない界隈かな。気をつけよう。まあ結構そうかも。アイスティーサワー。え、そんなの聞いたことない。つぶつぶいちごサワー。いいね。ウーロンハイ。ウーロンハイ飲んだことないです。麦茶は、今麦茶の話してるんだ。麦茶終わった。もういい、麦茶。麦茶はなんかちっちゃい頃飲みすぎてちょっと苦手になっちゃった。え、わかるよ。でも家麦茶ばっか出てた。そう、なんか冷蔵庫で一晩何なんか置いた麦茶みたいな。え、いいじゃん。え、なんかちょっと苦手になっちゃった。いいじゃない。つぶつぶいちごカルピスサワー 100% 美味しい。そういうのはね、美味しいです。でもなんかいちごミルクとかあんま飲んだことない。そのそういうやつ。イーチコ曲合ってた。やった。ちょ、ゆらなんかしようとしたんや。なんだったっけ、忘れた。なんだっけな、忘れちゃったよ。もう全く忘れないでよ。なんでだよ、なんで忘れたんだ。え、そうよ、今日さ TikTok の STU、うん、あ、さやかりんが出てるじゃないですか。見ましょうよ、見ましょうよ。嫌だ。なんで、なんで、
ね、もう44分、45分。じゃあ45分のランキング読みましょう。いいですか？うん。じゃあ、皆さん、寂しいかもしれませんが、終わります。今、愛の猛者流れてるよ、奇跡。え？本当？え？反省会の場所で？すごい。すごい。いや、まだ外で聞いた？なんか、聞いたくない？え、聞いてない、聞いてない。合唱バージョン。ああ！聞いたかな？聞いたんか？うん。あ、花だれ聞いたんか？そうそうそう、合唱の。はあ、そうじゃん、そうじゃん、そうだった。一緒にいるときに。嬉しい。愛の猛者が未来坂で流れてる。え、未来坂ってめっちゃ聞いたことある。有名なあれか。ご飯屋さんか。やばい、待って。何？ありがとう、皆さん。何これ。これもらったの。いいでしょ。九州だよ、しかも。九州の土産。では終わります。そういえば幕張の反省会の時も流れてた。え、めっちゃ流れとるやん、すごい。愛の猛者、じゃあ皆さん歌ってください。それではじゃあ布教してもらおうね、ちゃんと居酒屋さんで。なんか眠くなってきちゃった。嘘だよね、嘘じゃね。私今日ここで寝よう。嘘じゃね。ここで寝ていい？よし。オリオン。じゃあランキング一緒に読もう。何位から読む、いつも。13。じゃあいくよ。はい。言って。じゃあ10。あ。じゃあさやかりんが13位。何々さんって言っていいのか、何々さん。13位。カズさん、さやかりん直じ。モケさん。12位。ヤマイさん。シミトさん。11位。ケンちゃん。カイマフラーさん。10位カズタさん。中立の旦那さん。9位ヨウちゃんさん。カイカイさん。8位ビルバさん。フクさん。7位イッコーさん。てっちゃんさん。6位ゆずきちさん。みやくんさん。5位ヒューガヒャンさん。ホリエモンさん。4位マーくん。4位きにくんさん。3位しょういちさん。3位斉藤さん。2位まさぴょん。2位ねぎっしょさん。1位コーラさん。1位まさびょんさんでした。ありがとうございます。ました。痛い痛い。じゃあ待って、明日大吉の方はのりヘクスさんです。おめでとうございます。じゃあゆらのイケイケゴーゴーはまさびょんさんです。イケイケゴーゴー、イケゴーゴー、今日まさびょんさん生きてるよ、ありがとう。なんか心がこもってないかな。じゃあやろ、せーの、いけいけゴーゴー、いけゴーゴー、今日まさぴょんさんはいけてるよ。ありがとうございます。ではそれじゃあね、それじゃあね、皆さん今日はありがとうございました。はい、私は今からもうゆらちゃんの部屋で寝ようと思います。え、じゃあ私はさやかりの返答を突撃したいと思います。え、あ、部屋入れ替えるってこと？うん、じゃあ終わります。じゃあほんまにどういうことってですよね、うん、すいません。ではじゃあ、ね、終わります。バイバーイ、バイバーイ。今日はありがとうございました。明日もありがとうございました。待ってます。バイバーイ。明日もくだらないと見てね。そうよ、くだらないととラジオ皆さん聞いてね、聞いてね、見てね。バイバーイ。フェス待ってます。バイバーイ、バイバーイ。おやすみなさーい。おやすみなさーい。おいしょ。シュシュシュ。